はい、どうも皆さん、JB10462 です。今回はレゴでハンビーを作ってみました。このような感じです。これはレゴ共和国軍の保有するハンビーということになっています。最初戦車を作ろうか、戦車とか装甲車を作ろうかと思ったんですけど、なかなかいい案が思い浮かばなかったので、ハンビーにしました。主なギミックを紹介していきます。まず、このように裏がなっています。このように走ります。車輪がついているので、裏はこのように開きます。ここから兵士が乗り降りできます。そしてここも開きます。そしてこの中はどうなっているかというと、いちいちここを取り外さなければいけない。このようになっています。ここには箱がついています。中には何も入っていません。で、このように運転手が1人、そしてここに助手席に1人、そして兵士が2人乗ります。で、このようになっており、工夫したところはこの裏の部分で、このようにちゃんとこの車輪が合うように作るのが難しかったです。なので、このプレートも結構使う部分を工夫しました。作品名もハンビーなんですけど、その名の通り現代のハンビーをイメージしています。装甲車ということで、ここに最初は開閉ドアをつけてたんですけど、他の部品、他の、作品を作るために使ってしまったので、今はないです。本来はここに、装甲板のついた塔がついているという設定です。装甲車ということで、ここのドアも厚くなっております。銃弾を防ぐためですね。これは軍レゴ共和国軍で使われている他にも、警察の特殊部隊や、保安部隊でも使われているということになっています。はい、これで今回のレゴのハンビーの紹介を終わります。